海氷,海氷。海氷。海氷。とは、海水が凍結したものである。海水は塩分を含むため融点は低、く、摂氏1.8度ほどである。定着氷。ファーストアイスは、海氷が沿岸に沿って氷沖へ広がったもので、流氷、パック、アイスとは、凍結、密集士岸から離れて漂流する海氷、もしくはそれらが岸へ漂着したものを言う。評判。 アイスフロとは、浮かんでいる海氷の塊で最大径が1 0トルより小さいものを指し、それより大きな評判は、表現、アイスフィールドと呼ばれる。海氷は、棚氷や氷河が分離した塊の氷山と混同されることがあるが、それとは異なるものである。海氷は、海表面のごく氷層が氷点下まで冷却され、 冷却によって上層から深度100から150メートルにある密度約層を、密度が急増する層まで対流が起こることで形成される。内田海面の表層で形成される最初の氷、小氷は直径が2から3ミリメートル以下の微小な円盤状の形でバラバラの結晶がスープのように表層を漂っている。それぞれの丸いの粒子は C 軸、 結晶の主軸が垂直で水平方向に成長する。ある時点までこの円盤状の形は不安定で、それぞれの結晶は六角形の星型で脆弱な枝を伸ばして成長する春状結晶。これらの結晶も C 軸が垂直である。樹状の枝は非常に脆くて壊れやすく、円盤状と樹状の結晶の混合した状態となる。水面のわずかな乱れで、これらの破片は 不定型な形の微細な結晶に、破壊さ、密度を増しながら、氷層水を浮遊する。これは、グリーンスアイスと呼ばれる。荒れた海では、海洋が冷却され熱が大気に奪われることで、新しい海氷が形成される。海洋の再氷層が氷点よりやや低い温度まで、加冷却されるとアキラ氷が形成される。アキラ氷が増えるにつれて、氷は、 海表面の粘土を増し、グリースアイスになる。秋ら氷の形成は、過冷客ではなく降雪で始まることもある。これらの氷の粒子は、波と風によって大きな板状に密集し、直径数メートルの和スハ氷を形成する。これらは、海洋表層を漂ううちに互いに衝突支援がめくれ上がっている。そしてはスハ氷の板は圧縮されて一つの氷の、 塊まりになり凍結密氷域を形成する。海氷は氷の形成や集合時に海水に含まれる塩分が排出されるので、それ自体ほぼ淡水である。その結果形成される高塩分で高密度の水、ブラインが海洋の大循環に重要な影響を与えている。流氷は地球の両極海域で作られ、陶器に拡大し、春から 秋の初めにかけて誘拐して分布域は交代する。例年、北半球では3月に最大、9月に最小、南半球ではその逆になる。世界中の海氷の多くは北極海と南極周辺の海域で形成されるが、南極の海氷は非常に季節的で、南部でも夏は非常に少なく、冬は大きく拡大し南極の周囲をほぼ完全に覆ってしまう。従って、 ほとんどの南極の海氷は厚さ1メートル程度の薄い一年氷である。北極海の場合は南極と全く違い、南極が海に囲まれているのと反対に陸に囲まれているため季節的な変化はずっと小さい。そのため北極の海氷の多くはより厚い多年氷で、多くの場所で厚さ3から4メートル、場所によっては20メートルに達する。しかし、 近年では8から9月を中心に、開票面積が激減したことに伴い、多年氷の面積も激減し、厚さも薄くなっている。このように、冬季の両極の開票量は同程度であるが、夏季の誘拐量はその環境の違いで変わり、気温だけでなく、日照時間や寒流、風の影響も受けやすい。寒冷な南極点は大陸上にあり、 海氷はその大陸の沿辺に分布するため、海氷は南極海を循環している。なお、流氷はバルト海やオホーツク海、セントローレンス湾、ハドソン湾、ベイリング海などでも見られる。これらの流氷は一年氷であり、冬季から春季にのみ見られる。海氷の分布は1970年代後半からの衛星時代になって衛星 CSAT、ニンバスナナによる 多重チャンネルマイクロ波放射系 SMMR スキャニングマルティチャニルメイクリウェイブレイディオマター探査を用いて信頼を受ける計測ができるようになった。正確で頻繁にできるマイクロ波による計測はアメリカ DMSPA 世界8の特殊マイクロ波、画像センサー、スミ、セシャルセンサーマイクロウェーブイメージャーの打ち上げによってさらに促進した。1979年以降の傾向は 北極では10年あたりマイナス2.5プラスマイナス0.9%と減少。南極では4.2プラスマイナス5.6%と増加している。1948年から1999年の52年間についてのモデル研究が行われた結果、ロセロ・キンド・ジョング2005北極海の海氷量体積が10年につきマイナス3%と 統計学的に重要な減少傾向を示すことが発見され、海氷の減少に対する風力と温度効果の要因は、基本的にすべて気温の上昇が原因であることが示された。北極海では海氷の上部を覆う雪の層が6月の中旬から7月近くの間に溶け始める。雪から誘拐した水は水路を作りながら集まり、氷の表面に池を多数作る。 メルトウォータープールイコールパドル、プドル。冬の終わり、ぶつかり合って氷脈になっているものを別にすれば一年目の氷は表面が滑らかで、初期のパドルは氷の上にできた小さなくぼみや単純に半溶けの水、雪泥が層となって残った浅いものである。しかし夏になると、この最初の構造は固定されてくぼみが深くなっていく。これは、 水の反射量が15から40%で、普通の何もない氷、裸氷の40から70%と比べて、太陽の放射を優先的に吸収するので、周囲より氷が溶けやすいためである。このパドルが深く成長し拡大するにつれ、表現の縁やひび割れを通して誘拐水が海面に排出される。また、氷が最も薄い地点やパドルの最も深い場所で、 誘拐してできた穴、底なしパドル総ホールズを通して排出されることも、ある。底なしパドルが開いたとき、誘拐水は一気に流れ出る。定着氷のように水平な氷の上では、表板表面の大部分の水が一つの、底なしパドルから排出されることもある。このような穴は、上空から見ると、巨大な雲、パドルが、タイで、底に向かって流れる、誘拐水の水路が足のように見える。 氷の下部も表面の誘拐の影響を受ける。パドルの直下では氷が薄くなっており、日射の吸収率が高くなっているからである。これが底面の誘拐を促進し、氷の底面は上部のパドルの分布を反映して地形的なくぼみが発達する。このように最初は滑らかだった一年氷の表現は夏の終わりには上面と底面ともに 地形的に凹凸が発達するようになる。排出された誘拐水が氷のくぼみの下に集まって誘拐水のプールを作ることがある。この水は秋に再び凍って氷の下底部は部分的に滑らかになりくぼみではなくコブを作ったりする。誘拐水の最も重要な役割は氷の結晶内に残っていたプライン、濃い塩分水を微細な穴や 割れ目や水路を通して大量に放出させることにある。フラッシング、フラッシンと呼ばれる、この過程は最も効果的で急激なブライン排出メカニズムで、一年目の氷に残ったほとんどすべてのブラインを除去する。表層の湯海水の流体生理気学的な状態が、ブライン除去の最初のきっかけになるが、ブラインは、 氷の結晶同士の隙間に貯蔵されていた濃縮した塩分水であるが、その隙間は互いに密接な穴のネットワークを作っており、それもフラッシングの過程で重要である。ブラインの量によって開氷の強度が決まるため、フラッシングのメカニズムを経て2年目の冬まとけ残った評判は最初の冬の評判より強度が高い。開氷は極域の海洋の熱バランスに、 重要な影響を与えている。温暖な海域をより寒冷な大気から遮断する。つまり、海洋からの熱損失を減らす役割を果たしている。特に雪に覆われると、アルベドが高くなる、およそ80%というように、吸収する、日射量に影響を与える。海氷の形成サイクルも高密度、高塩分な低層水を形成するという面で重要である。 凍結時海水に含まれている塩分を排出、ブラインの排出するので、周囲の海水は塩分が増加させ、密度を増して沈降し、南極低層水のような高密度の水海を形成する。この高密度水の形成は熱塩循環を維持する役割を果たすため、このプロセスの正確な把握は気候モデルをより複雑にしている。北極海には、 グリーンランド海のオッテンゴーリジタ、アダンアイスタンと呼ばれる、主にハスハコリが形成される海域がある。オッテン、ノルウェー語で、岬は、冬季に東グリーンランドの海氷塩部から北七72から74の付近で東方に向かって成長している。これは、北極海から流れる非常に寒冷なヤンマイ塩海流が存在するためである。ヤンマイエン海流は、 東グリーンランド海流の一部がこの井戸で東へ反転した流れである。前年から残っている氷が風に運ばれて南へ移動し、荒れた海域の寒冷な海放水面、海面が露出している部で新しくは数派氷が形成される。この時排出される海水の塩分によって、氷層水の密度がより高くなり沈み込みが起こるが、その深さは時には2500メートルもしくはそれ以上。 深いところまで達する。この現象は、陶器に混合が起こる海洋の限られた場所で起こり、熱炎循環として知られる表層と真相の世界的な流れのシステムを駆動する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。